私のミスでした。私の選択。そして、それによって招かれたこの全ての状況。この結果にたどり着いて初めて、あなたの方が正しかったことを悟るだなんて。責任を負うものについて、話したことがありましたね。大事なのは経験ではなく、選択。私が信じられる大人である、あなたになら、そこへつながる選択肢は、きっと見つかるはずです。だから先生、どうか。Caballeros, tenían mi curiosidad. Ahora tienen mi atención. Kimochi. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no?アビドス高等学校前。No sé qué sucede aquí, pero creo que me gusta。シロコ先輩、それ本当？アビドス工業地帯まで行ってくるって何百キロあるのよそれ。ちょうど気持ちいいくらいの距離だった。セリカは週末何してたの？私はその図書館で本を。あやは。セリカちゃんもいたの？はあ、私も昨日図書館にいたけど気づかなかったな。じゃあ何読んでたの？校舎の修理をしてる時に見つけたダブルオーバーヘッドカムっていうエンジンのことなんですが。エルパラケコサデキエン？星野先輩は？ふやーへへ。もちろんおじさんはいつも通りさ。そういうののみは。私はショッピングです。新商品のお菓子とか足りなくなった生活雑貨とか。Claro. El rico siempre humillando al pobre. それでは定例会議を始めましょうか。様々な学校が集まり形成されている、ここに所属する各校のバランスを保っているのが連邦生徒会。様々な学園自治区で混乱が起きているのも、そのせいかもしれません。OK。エデン条約。そうです、そうです。あれはまだ？どうなるかわかりませんね。そうでしたか。カタカタヘルメット団が近所でも柴崎ラーメンの大将が言ってた。あそこのラーメン。美味しいよね。シロコ先輩よく行くの？たまに。どうしたの？別に。Sospechoso, ¿no les parece? アビロスの治安もどんどん悪くなってますね。連邦生徒会の方には何度も私たちの球場を。そんな余裕もないのかも。余裕がないのはうちもだけど。カイザーローンとお取引いただき毎度ありがとうございます。完済まであと309年と2ヶ月ですね。ではまた来月伺います。道は遠いですね。しBueno, ¿quién tiene hambre? ¡Sayonara! Al día siguiente. ¡Ay, ay! ¡Hikimachi gai da yo na! ¡Chimpira no Jo-chan tachi! ¡Moshikashite dase te itta no da! ¡Bizen tomo yo! ダセーもダセーと言って何が悪いんだよ。はあ、言ってねえな。やっちまうよ。これでもう舐めてきちまうわ。やられるわけねえだろうが。マズレスケペゾ。生きてた。日向ぼっこ、行き倒れ。はい、これ。エナジードリンク。Qué buena onda? いやー、助かったよ。シロコちゃん、自死できちゃったんですか？ついに犯罪に手を染めて。問題が発覚する前に何とかもみ消さないと。A ver, te puedes calmar de una puta vez. 違う。うちの学校に用があるんだって。ってことはお客さん？そう。アビドスが砂漠地帯だってのは知っ。歩いていたらあまりの暑さで朦朧としちゃってね。いつの間にか倒れてたみたい。よろしければあなたのことを伺ってもいいですか？私はシャーレの先生だ。っていうことは連邦生徒会関係の？支援要請がようやく受理されたんですね。あっわーぼー送り続けた甲斐がありました。これで補給が受けられる。これを君たちに送ろうと思って。ありがとうございます。補給品の援助が受けられます。Qué agradable sujeto。星野先輩にも伝えないとですね。私起こしてくるね。そうだ先生。
お、みんなの紹介がまだだった。あの子は1年の黒見セリカ。イザヤイナナミと申します。1年のオクソラアヤネです。砂狼白子、それともう一人、対策委員の委員長高梨星野先輩、アビドス高等学校廃校対策委員会、よろしくね。もうセリカちゃん、優しくしてくれない？何言ってんのよ。高梨星野だよ。私はシャーレの先生だよ。ねえ先生、今から学校内を案内するよ。スタオリブレ。だいぶ砂漠化が進行してるんだね。この学校も私が入学した頃にはもうこんな状態だった。実はこの学校たくさんの借金があって、もう私たちしか残ってない。マジャー、eso explica muchas cosas。 その報酬を返済に充ててるの。それは大変そうだね。その時彩乃は病気で休んでいたから4人で、少し手間取ったけど問題はなかった。ここは？ただの空き部屋。ここを先生の部屋として使って。ナビ se ha preocupado tanto por mí。職員室は砂がひどいから、ちょっと狭い。十分だよ。ありがとう。シロコ、君はどうしてこの学校を守りたいんだい？銃撃！オルンデモニオルケファルタワ！アビドス高校の諸君、今日こそお前らの学校は占拠させてもらうぜ！よりによってこんなタイミングで。これじゃあ、おちおち昼寝もできないじゃないか。いつも通り、返り討ちにしてやるわ。校庭へ急ぎましょう。Esto se va a poner feo。先生はここに隠れてて。危ない！シロコ先輩、これ。それにしてもしつこい、あいつら。弾薬が残り少ないというのに困りましたね。La estrategia es la siguiente。Lanzarnos todos a los putazos sin miedo, perra。Sí。問題ない。お前らの弾薬出るのは分かってた。ヘルメット弾なんか私たちの敵じゃない。あなた方にアビドス高校は渡しません。シロコちゃん、ノーヤーバリオマル、一度体勢を立て直しましょう。まるで連携取れてねえディエンヌ。いよいよ決着をつける時が来たようだ。このまま一気に畳みかけるぞ。このままじゃアビドス高校の生徒さんたちが。行こう。みんな大丈夫？はい、なんとか。おいおい、まだやる気なのかよ。まだまだ行くぜ。Esta perra está loca。このままでは押し切られてしまいます。奴らに追い込まれるなんて。みんな。誰だあいつは。君たちはどうしてこの学校を守りたいんだ。先生、それはここが私たちの居場所だから。あー、qué bonito。みんなも同じかい？もちろんです。てめえは一体誰なんだ。私は先生だよ。彼女たちを助けるためにここに来た。悪いが君たちには退散してもらうよ。 Bien dicho Arturo, claro que si tú demuestras quién manda, coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela。 突然出てきて偉そうに蜂の巣にしてやるぜ。さあ行くよ、みんな。ナナミ、相手に向けて弾幕を。セリカ狙って。周りが見えない。落ち着け。ハハハ、一体どうなって。刺せるか。後輩ちゃんたちに負けてられないね。受け取ってください。ナイスタイミング、あやめ。ガクニョン、ガクニョン、舐めやがって。Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¡Checkmate da! ¡Shiroko! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Corre de Oshima! ¡Y... ¡Murió! ¿Así nada más? ¡Sí! ¡Sasa to karete! ¡Aguante no ya! Me siento estafado. ¡Yarimashita ne, Shiroko-chan!まさかあの状況から逆転しちゃうなんてね。ただ先生として困っている生徒たちを放っておけなかっただけだよ。あんな奴ら私たちの力だけでも勝ててたし。Déjate de mamadas, Enrique. Eso es una mentira. セリカちゃんは相変わらずツンデレだね。うるさい。強がりはほどほどにしましょう。みんな黙ってくれる？これが先生。